白にピンクの縦一本、ホームテキバジャード宮崎、そしていつもの緑、長いボールを蹴り込んできました。中切れ込んでいく、一度落として挨拶代わりのシュート放っていき、特に若い選手たちにそう告げてきました。左はたく、19歳海保真理、セカンドボールを宮崎が拾うという形が続いています。工藤の左足、3試合ぶりの得点。セイダー松本のそのセービング、徳永から送られたパス、西田が落として背番号、点差わずかに1点、前半速いボール合わせた、オフサイドのシグナルはない。ボランチの形、そして前半最後のプレー、飛び込んだ背番号38、藤岡浩介、首を振ってその園田、自ら運ぶミドルシュート、柏木作り直してクロス上げ直して合わせた、逆転岐阜。キャリアハイ2014年と16年の3点があります宇賀神智也、ここまで2得点、そのキャリアハイにこの34歳で並んだということになります。切れ込む、グランダースルーして正面、藤岡からさらに左流してクロスボー、中に絞っている8番は久保田、正面上田がナイスセーブ、グラウンダー合わせる、3点目。柏木はまず粘りました、そして上田もよく弾きました。最後の最後に背番号38、スルーして仲間に任せた藤岡、寄せ早い、押し込んだ、最後はブロックに行った足のようにも見えます。変わって入ったヘニキ、強い強い、アウトサイドでした。タッチ終わったところで試合終了を告げる長いホイッスル。